一体何がどうなってやがるんだ。こんなこと絶対にありえねえだろ。皆で一斉に夢を見ているわけではなさそうだな。なぜ突如として乱心したのかはわからんが、どっちにせよ、ヤセ姫を改心させるのは無理らしいな。俺たちもそろそろ覚悟を決めなきゃならないってことか。そのようですね。まさか守護するべき相手と戦うことになるとは思いませんでしたが。戦うですって？私を守護すべき立場のあなた方がこの私と？面白いことを言ってくれるわね。あなた方の力でこの私に勝てるとでも思っているのかしら。勝てる勝てねえの問題じゃねえんだよ。ヤセ姫が誤った道に進もうとしてるんなら、全力で止めるのが俺たち十騎衆の役目なんだ。援護しろよ、カズヤ。健康一滴の勝負をかけてやる。わかった。行くぞ。愚かね。この口ほどにもないわね。あなた方は十騎衆の中で一二を争う力量を持っていたのではなかったの？
しとせ、カズヤ。何？ここよ。こんなものが何だというのかしら。私の邪魔をしてくれたお礼はきちんとしなくちゃならないわよね。覚悟はできているかしら。できていませんと言ったところで、猶予を与えるつもりなどないのでしょう。よくわかっているじゃない。物分かりのいい男は嫌いじゃないわよ。もうおしまいなの？あなた方は鬼の一族を滑る十騎衆なのでしょう。この程度の力しか持ち合わせていないのに、今まで他の鬼たちを見下していたのかしら。なぜですって？愚問ね。彼らが滅ぶべき存在だからに決まっているじゃないの。あなたもよく知っているでしょう。歴代の十騎衆が平和を愛するなどと言いながら、人間や鬼に迫害されるはぐれ鬼たちを見殺しにしてきたことを。本当にそれだけで足りると思って？彼らは長い間誰からの助けも得られず、苦しい生活を余儀なくされてきたのよ。しかも彼ら自身が犯したわけでもない、先祖たちの罪のために。彼らを十騎衆に復帰させたところで、非業の死を遂げた彼らの一族の鬼たちが生き返るわけではないわ。
分かっているでしょう。はぐれ鬼たちに苦しい生活を敷いて長い間見殺しにし続けたあなた方が彼らのためにできることは、あなたをはじめとする十騎衆全員が苦しみに苦しんだ挙句死に絶えること、それ以外にないのよ。わかったわね。じゃあそこでおとなしくこれから起こる出来事を見物していなさいな。あそこにいる連中を片付けたら十騎衆なんてものは跡形もなくなるのだから。千歳、和也、それに和武、真までもやられてしまったのか。これは一体どうしたことじゃ。なぜ痩せ姫がこのようなことを。例の薬に身も心も絡め取られてしまったか。絡め取られたわけではないわ。私は十騎衆などという枠組みをなくし、鬼たちをあるべき姿に戻してあげようと思っているだけよ。そのようなこと認めるわけにはいかん。何としてでも止めてみせますぞ。目の前に倒れているあなた方のお仲間の姿が見えないのかしら。千歳も和也も和武も真も、年老いたあなた方よりずっと強い力を持っていたのでしょう。そんな彼らがなすすべもなく敗れたのよ。彼らを倒したこの私を、あなた方のような老いた鬼が止められるとでも思って。止められる止められんの問題ではない。鬼の世界の秩序を守るためなすべきことをするまでだ。千歳と同じようなことを言うのね。いいわよ、相手をしてあげるから全員でかかってらっしゃい。では、参る。た